イングランド共和国は、新京都革命の時期にあたる1649年から1660年までの間、イングランド王国と、後にはアイルランド王国、スコットランド王国を支配した共和制の政治体制。1649年1月30日のイングランド王チャールズ1世の処刑後、同年5月19日に、ランプ議会によって初めてその樹立が宣言された。 1653年から1658年までの間はオリバー・クロムウェル、その死後は息子、リチャード・クロムウェルによる二代にわたっての五国教による独裁が敷かれており、この時代は特に五国教時代とも呼ばれる。イングランド共和国という故障は、1649年から1660年までの間の政治体制を大まかに指し示す故障である。ランプ議会は、 ニューモデル軍と独立派が結託した1648年12月6日のクーデターによって長期議会の中の長老派を締め出して形成された。1649年1月30日のチャールズ一世処刑の前後にランプ議会は共和制の法的基盤を固める通常の法律を可決させ王政、数密院、上院が廃止され、数密院の代替として作られた。 国務会議が王の行政権のほとんどを引き継いだ。国務会議のメンバーはランプ議会によって選出され、ほとんどは会議員であった。しかしながら、結局のところランプ議会は軍の協力に依存しており、議会と軍とは不安定な関係が続いていた。公正プライドのバージによって王を裁判にかけることに反対する会議員はすべて排除されたため、 必然的にランプ議会は200人を割った。ランプ議会は国境界を認めない反乱に同調する独立派、長老派の王の裁判、処刑に賛成する勢力、ニューポート協定の交渉を批判しようとした会員議員などの後に参加した勢力などで構成された。以前の議会では下級ジェントリや法律家の議員が比較的 多かったが、ランプ議会のメンバーはほとんどジェントリで、レジサイドはランプ議会のうち4分の1以下であった。このため、ランプ議会は基本的に保守勢力を維持し、土地領有権や法的システムを変えることは好まなかった。問題点と、公席コモンウェルス成立後の2年間、ランプ議会は不景気とスコットランドアイルランドの侵略の脅威にさらされることとなった。ところがクロムウェルは、 ニューモデル軍を率いて8月からアイルランド侵略を行い、現地の応答派を撃破していった。翌1650年5月に、チャールズ1世の維持チャールズ2世が大陸からスコットランドへ上陸するとクロムウェルは、向こうのヘンリー・アイアトンにアイルランドを任せてイングランドへ帰国、7月にスコットランドへ遠征し、第三次イングランド内戦が勃発、9月3日のダンバーの戦い。 翌1651年9月3日のウスターの戦いでスコットランド軍を蹴散らしチャールズ2世を大陸へ亡命させた。1653年までにアイルランドも平定されクロムウェルと軍は不安の大部分を排除した。議会内では派閥同士で多くの論争が起こった。共和制を支持する者もいれば何からの形で君主制を維持したいと考える者もいた。 イングランドの伝統的な支配階級は、ランプ議会をレジサイドと成り上がり者によってでっち上げられた違法政府だと考えていたが、一方で完全な軍事独裁政府への道を歩んでいる可能性にも気づいていた。ジェントリは軍事費のための重税に不満を募らせており、制約付きの改革は支配階級の反感及び改革派にも不満が残る内容であった。 不人気にもかかわらず、ランプ議会は、旧体制との橋渡しの役目を果たして、イングランドの情勢を落ち着かせ、史上最大の大変動の後のイングランドを安定させた。1653年には、フランスとスペインがイングランドの新政府を認知するに至った。改革国教会が維持されているにもかかわらず、1559年の統一令が1650年に撤廃された。 国教会には引き続き10分の一税を支払わなければならなかったものの多くの独立教会が黙認された。これは軍の教養が主な背景となっている。法律、訴訟上の手続きに関して、例えば訴訟上の手続きが法学フランス語やラテン語ではなく、現在のように英語で行われるようになったり、いくつか小さな改善も見られたが、古文堂によって身分や 土地所有権を保障されたジェントリーの反感を避けるため、コモンローの大幅な見直しは行われなかった。ランプ議会は、人々の生活を規制する道徳法を多く可決させた。劇場を閉鎖したり、日曜の礼拝を強制したりといったこれらの法律は、ジェントリーの大部分を敵に回した。解散クロムウェルは、トマス・ハリソンの助けを得て、1653年4月20日に、 不透明性を理由に、ランプ議会を解散させた。学説上は、ランプ議会が政府として存続することを恐れたとも、ランプ議会が反共和国勢力を呼び戻す、選挙の準備をしていたからとも言われる。元ランプ議会のメンバーの多くはイングランド唯一の正当な政治権力を自称し続けていた。イングランド内戦の直前に制定された法によって、議会は、 自らの同意がない限り解散できないとされていたことがランプ議会の法的根拠になっていた。ランプ議会の解散はクロムウェルと軍の一元的支配で速やかに執行された。選挙を行える執政権力を持つ存在はなかったがクロムウェルは軍事独裁を前面に出すことは好まなかった。したがってクロムウェルは軍をコントロールするため軍の指名者による ベアボーンズ議会を7月4日に招集、議会を通じて統治を行った。ベアボーンズ議会は元ランプ議会のメンバーと対立し仮想のものの議会だと非難された。しかし実際は140人のうち110人を超えるメンバーが下級ジェントリー以上の階級出身者でほとんどは教養を身につけていた。ベアボーンズ議会は それぞれの議員を指名した主観ごとの様々な視点を反映したものとなった。改革派にはコモンロード、宗教勢力の領地の排除を狙う第五王国派の中核などが含まれていた。恩恵派は現在のシステムの改善を考えており、事案ごとに改革、保守派につくこともあった。保守派は以前の体制を維持しようとした。クロムウェルは ベアボーンズ議会を一時的な立法機関と考えており、改革を実行して共和国の憲法を作成することを望んでいた。しかしながらメンバーが論点ごとに分裂する議会経験があるのが25人のみ、多くは法学の教育を受けているが資格を持った法律家がいないといった問題があった。クロムウェルが改革の実行を期待していたと見られるベアボーンズ議会は、 このように統制や指導するものがないアマチュア集団であった。改革派が旧体制を維持する法案を否決させるために十分な人員を集めると保守派は多くの恩恵派とともに12月12日にクロムウェルに政治権力を譲渡した。クロムウェルは議会に兵士を送って残った議員を一掃しベアボーンズ議会は終わった。4日後の12月16日。 クロムウェルは、五国教に就任して1658年9月3日に、死ぬまでの五年間王のような立場になった。統治商店制定に始まり、第一議会招集と解散、軍政官設置、第二議会招集で、軍政官、統治商店廃止及び、謙虚な政願と韓国制定とクロムウェルは、安定した体制を求め模索を重ねたが、1658年2月4日に、 第二議会を解散して7ヶ月後に死去、実現しないまま終わった。あと、息子のリチャード・クロムウェルが継いだが、五国共生存続は難しくなっていた。もしも、リチャード・クロムウェルが、父の政策を維持できる能力があったならば、五国強制はその後も続いた可能性がある。だが、リチャードの、主な弱点は、ニューモデル軍の信任を得られなかったことにある。 1659年1月にリチャードが第3議会を召集しながら4月に軍の圧力で解散したことはリチャードが軍に対抗できないことを示していた。リチャードの就任から7ヶ月後、ニューモデル軍の長老派はリチャードを追放し5月7日にランプ議会を再召集した。チャールズ・フリートウッドが安全保障委員会と国務会議のメンバー及び 軍の7人の理事の1人に選ばれたが、実質的な権力は、軍の権威を軽視する、内戦前の流れを組む議会に握られていた。8月12日、共和国は、ジョン・ランバート将軍と数人の士官を罷免し、代わりに、会議長の権限のもと、フリートウッドを、軍の評議会の長官として任命した。その次の日、ランバートは議会を閉鎖して、議員を締め出した。 8月26日、フリートウッドとランバートをメンバーとする安全保障委員会が設立された。ランバートはイングランドスコットランド領軍における少将に任命され、フリートウッドは将軍となった。安全保障委員会の強い命令によってランバートはスコットランド方面軍司令官であったジョージ・マンクと愛、議会との折り合いをつけるように命令された。ジョージ・マンク将軍は、 オリバー・クロムウェルのもとで任命されたスコットランド方面軍司令官であり、スコットランドから軍を軟化させているところであった。ランバートの軍は彼を見捨てて逃亡を始め、ランバートはほぼ単独でロンドンへと戻った。1660年2月21日、マンクはプライドのパージによって陰遁していた長老派を復帰させ、新しい議会のための準備を整えさせた。 フリートウッドは指揮権を奪われ、議会の開催前に出頭し、自らの行為に責任を取るよう命じられた。ランバートは3月3日に、ロンドン島へと送られたが、1ヶ月後には脱獄した。ランバートは、共和国側に立って、内戦を再燃させるべく、グッドオールドコーズの支持者に対し、エッジヒルの戦いに参加するよう呼びかけた。だがランバートは、 御社目当てに裏切ったリチャード・インゴルズビー大佐によって再び捕まった。長期議会は3月16日に解散した。4月4日、チャールズ2世はブレダ宣言を発し、イングランド福井の条件を提示した。マンクは定期議会を組織し、4月25日に初会合を行った。5月8日、仮議会はチャールズ2世を チャールズ1世の処刑以来初の正式な君主であると認めた。これを受けて5月25日、チャールズ2世は追放から帰還し5月23日にロンドン入りした。陛下の帰還を祝うため5月29日は俗にオークアップルの日と呼ばれる祝日になった。こうして王政復古で帰還したチャールズ2世は1661年4月23日、 ウェストミンスター寺院で体感した。議会の大部分はイングランド内戦の中で社会統制が乱れた際に発生した改革派グループを支援していた。また、ニューモデル軍の成立によって意図せずに新たな政治的権力が生み出されてしまった。当然、これらのグループは共和国に対して政治的な期待を抱いていた。ジョン・リルバーンが率いる平等派は主にロンドンと 軍から支援を受けていた。1649年の声明書、人民協定では、より民意を反映した透明な議会を2年周期で開会すること、誰にでも公平に利用できる法の改革、宗教の寛容性を要求した。より民主的な社会を求めたにもかかわらず、女性や最下階級の人々は選挙権の拡張要求に含まれなかった。平等派は、ランプ議会に、 王政からの改善がほとんど見られないと考え、その失望をデモやパンフレット、暴動などで示した。政府への深刻な脅威になるほどの規模ではなかったにも、かかわらず、ランプ議会に恐れられ、1649年に、平等派対策の対反逆法が可決されるに至った。ジェラード・ウィンス・スタンリーに引きられた新生水平派は、平等派よりもより公平な社会を求め、 土地の共同所有、男女の法律、教育上の絶対的平等といった社会主義の先駆けとも言えるライフスタイルを提唱した。規模はとても小さく、平等派とさえも対立した。宗教の統一性の崩壊と1646年の長老派の対等の失敗によって各種の独立協会が入り乱れることとなった。主要なものに成人の再新礼を提唱した。 心霊派、選ばれし、者には、在合が存在しないと主張するメソジスト派、地上の政府をすべて否定し、成人の政府を作ることで神の王国の誕生に備えるべきだとする第五王国派などがある。寛容策にもかかわらず、上流階級は過激な教派を、社会の規律と土地所有権に対する脅威とみて、これを妨害した。保守派は、中央政府、 地方政府両方において、未だ一定の支配権を持っていた。ランプ議会は、中央政府の伝統的な支配階級の起源を損なって支持を失うことを恐れ、結果として革新派の事案を妨害されることとなった。地方においては、伝統的な地方の全取りの影響で保守派は未だに優位を示していた。ハウス・オブ・コモンズ・ジャーナルボリューム8、8-660 ピープスダイアリー23エープリル1661ハウスオブコモンズジャーナルボリューム830メイ1660ありがとうございます